皆さんこんにちは、さきなです。今日なんですけど、ちょっと皆さんにね、紹介したいアイテムがあります。それがですね、ちょっと見えてるんですけど、まず一つ目、こちらダイアンのドライシャンプー。これ多分前回もね、 TikTok で紹介したと思うんですけど、これの新しいものですね。匂いがですね、フレッシュマンゴー&ムスクの香りになってます。私これめちゃくちゃ好きです。なんか前回のやつよりも、なんだろうな、ちょっと女性な感じ、甘い感じがします。私はすごく好きなんですけど、なんといってもこのサイズですね。前回は大きいやつだったんですけど、少し小さくなって持ち運びにもすごく便利になりました。なのでね、皆さんこれを持って外出するときは使っていただけると、ちょっと運動したときとか、結構ね、もう汗もかくと思うので、汗かいたときとか、お手洗いとかでシュシュシュってやるとすごくすっきりと、そしてちょっとベタつきとかもね、なくなるので、ぜひこちら使用していただきたいなと思います。こう汗や皮脂によるベタつきを抑えてくれるものになっているので、数十センチぐらい離して使います。特に私は最近前髪を作ったので、前髪ってさ、結構顔にね、こうつくからベタってなりやすいけど、サラサラに、うん、すごいしてくれます。私最近今も髪の毛がね、すごく長いので、こういうのを持ってないと絡まっちゃうんですよね。なのでこれはまずぜひ一つおすすめです。持ち運びにも便利になってます。はい、もう一つがですね、ダイアンボヌールというものになってます。これなんだろうって思うかもしれないんですけど、これはドライシャンプー兼ボディミストになってます。もうさ、すごく暑くなってると思うんですよ今。もう普通に歩いただけでもちょっと汗かくなーっていう感じがすると思うんですけど、そういう時にボディミストとしても使っていただけるので、これで、これはですね、ちょっとドライシャンプーなんですけど、頭皮にもつけれるやつになってます。なのでさっきは10センチ20センチぐらい離したところからだったんですけど、もう少しだけね、近くのところからつけることができます。さっきも髪の毛にやったので、今回は体にボディミストとして使ってみたいと思います。いますね、うん、ひんやり、あ、なんかすごいスースーする。めちゃくちゃいいかも。この夏すっごい多分助かると思います。これ体がさ、やっぱりほてっちゃうんですよね、私も練習とかしてて。そういう時にすごくいいアイテムになっていると思います。だからダンサーさんもそうですし、ちょっと体がほてりやすい方、私結構暑くなっちゃうタイプなので、そういう方にすごくおすすめのものになってます。注意点として、顔だけにはつけないようにっていう風に書いてあるので、顔以外の体につけるようにしてもらえればいいかなと思います。はい、このね、2つのアイテムで私は今年の夏を乗り切りたいと思います。なので皆さんもぜひ買ってみてください。